人生終わるよ。こんにちは、アニマルラジオです。はい、このまあ髪型を見てもらえば分かる通りね、まあもう私の動画よーく見てくださってる方やったら分かる通り、夜勤明けでございます。はい。そして無駄にねテンションが高いという。なんなんですかね。なんかね。どうでもいい話させてください。あ、なんかね、深夜4時ぐらいから、むっちゃ眠たくなる。深夜4時から深夜6時、朝の6時のこの2時間、むっちゃ眠いんですよ。もう、立ってるだけでこんなんなるんですけど、その6時を超えて、今ね、9時15分なんですけど、6時を超えたら、むっちゃハイテンションになるんですよ。俺だけかもわかんないですけど、4時から6時はね、もうマジでもう、記憶ないぐらいむっちゃ眠いんですよ。ただそれを乗り越えたりむっちゃハイになるんですよ。今それです。今覚醒ですよね。覚醒してるんですよ今。すいません、どうでもいい話始めましたけど、本日はね、視聴者の方から DM いただきまして、名前出していいのかな、名前、伏せときます。DM いただきまして、まあいろいろ質問いただいたので、ちょっとこの方のね、質問答えていきたいなというので、ちょっと読んでいきますね。ちょっと長いのでね、まあこの辺にちょっと貼っときます。いつも YouTube 見てます。個人的には他の経過持つ YouTube より一番好きで見てます。佐川急便サポーターで7ヶ月ですが、辞めていく方が多いと感じます。新しく来る方も多く、長続きしない方が多いですね。入れ替わり激しい業界だと感じます。自分は嫌にはなりませんがね、営業所によってはかなり違うみたいです。大型宅配、代引き、クレジット決済、週が終わった、やらない営業所あるみたいです。自分の営業所は全部やります。やらないサポーターさん多いみたいでが、生き残るために個人的にしてますが、嫌いでないためやりますが、生き残るためにいろいろ考えて日頃動いてます。あとはサポーターさんから聞いた話ですが、委託会社来てるサポーターさん中には確定申告しない方が意外といるみたいです。言っても笑って終わるみたいです。忙しいと思いますが、確定申告の必要を動画はどうでしょうか。特に若い方が多いみたいです。要約しますとですね、佐川急便の、委託で来てるサポーターさんは確定申告しないということです。しない人が多いみたいです。特に若い方っていうので、まあ、動画でね、確定申告の必要について、語ってみたらどうでしょうかという、ありがたい DM いただきました。ありがとうございます。それをネタに今日は動画を撮ろうと思って今回しております。はい、確定申告ちょうどね、今2月何日、今まあ中旬ぐらいなんですけど、まあちょうど今確定申告の時期で、まあ皆さんね、個人事業主、経営貨物やられてる方はまあ個人事業主なんで、まあいろいろ確定申告の準備とか進めてらっしゃるかなと思うんですけど、正直ね、俺が経営貨物やってる時も、あれなんですけど、むっちゃいました。言っていいのかな、わかんないですけど、ダメですよ。脱税ですから、ね、言っときますけど、それ犯罪なんでダメですけど、正直むっちゃいましたね。ダメですよ、絶対やらんとダメなんですよ。ただむっちゃいました。ただね、これね、ほんまにね、ギャンブルっすよ。確定申告って、まずね、確定申告って何ぞやみたいなところから入っちゃいますけど、まあ、サラリーマンからね、その脱サラして、個人事業主になってフリーランスになるみたいな、で、経過物やるみたいな方は、そもそも確定申告っていうのをね、おそらくしたことがないと思うんですよ。今までサラリーマンやったら年末調整で全部会社が従業員の分ね、そういうのは勝手にね、やってくれたんですけど、でも、個人事業主になったら、もう全部自分でね、その所得税か、全部、確定させんとダメなんで、まあそういった申告をね、しんとダメなんですけど、そんなんそもそもやったことないし、みたいな。そもそも確定申告ってなんやねん、みたいなところから始まると思うんですけど、でもね、ちょ待ってください。一つ言わせてください。確定申告っていうか、個人事業主のいいところって、経費が使えるんですよ。
だから、サラリーマンやったら経費って使えないんで、だから、それがね、個人事業主は経費っていうのは使えるんで、それがむちゃくちゃ節税になるんでね、それがむっちゃいいとこなんですけど、だからそういった、まあ、例えばね、俺これ、動画撮ってるじゃないですか。これを、まあ、これ携帯撮ってるんですけど、まあ、例えばこのカメラを買ったと。で、それを撮影用に買ったって言ったら、それは経費にできるんですよ。だからね、それ得じゃないですか。サラリーマンやったらね、そんな絶対経費にならないですけど、こうやって個人事業主で、例えば俺がまあこれ副業、YouTube を副業やとするじゃないですか。で、副業でカメラを買いましたと。撮影用に買いましたってさ、ほらもう経費に落とせるんですよ。まあ10万円のカメラ買ったらそれは10万円経費にできるから、まあ100万の売り上げがあったら10万経費になったら売り上げが90万になるから、90万分の税金かかるんですよね。言うたら。俺を経費使わんかったら100万円分の税金かかるから、やっぱどうしても税金の比率っていうのは上がっていくんですけど、そういった経費を使うことによって、この、収益っていうのをこう、無理くり下げてってね、その節税っていうのをできるんですよ。ちょっとややこしいこと言っちゃいましたけど、そんなどうでもいいんですよ。そんなどうでもいいんですけど、まあ、なんせ、確定申告、信徒やばいよっていうのを、これ喋ってるんですけど、なんかめっちゃ脱線しちゃいましたけど、まあ、俺がね、個人事業主、経過物やってる時に、やってへん人っていうのがもうむちゃくちゃ多くて、というのも、まあ、そういう、サラリーマンから脱サラして、経過物とかやり始めた人が多かったんで、そもそもしたことがないっていう、なんていうんですかね、知らんっていう人が多かったんですよね。んで、死んでもええやん、みたいな。そんなん別にもう勝手にやってくれんじゃんみたいな、こういうことを言われる人がね、やっぱりいるんですよ。で、今までね、この会社で、まあ、自分でね、チリって記入したら、もうあとは全部会社でやってくれたんで、だからそういう感覚がね、ずっとやっぱ残ってるんでね、ほんの何十年もずっとサラリーマンやってやった方は。だからもうそんなんもう勝手になんかやってくれんじゃんの国がみたいなね、そういうの感じがしてあるんですけど、それはね、大きな間違いです。全部自分でやらないとダメなんで、で、そういった、まあ、軽貨物に絞りますと、やっぱそういうガソリンとか、そういうレシートがね、必要なんですよ。これを全部経費にできるじゃないですか。だからそういうのも全部経費として、そのさっき言ったみたいに売上からその経費っていうのを使って、こう、どんどんその収益っていうのを下げていけるんで、そうやって、レシートとかもね、必要になってくるんですよね。だからそういったレシートも取っとかんとダメなんですけど、もうそもそもその、確定申告という頭がないからそういうのも全部持ってあらへんし、そもそも確定申告しへんし、みたいな人がね、やっぱ多いんですよね。脱サラするとかで、やっぱずっとサラリーマンしてた人は、多いイメージがね、やっぱありますね。やっぱその辺もね、このきっちり、分かってる人は、やられますけど、そもそもやらんでもバレへんやろっていう考えが、やっぱ多いですね。ほんなん知らんし、っていうか、もうなんか言われても知らんで通すしみたいな、ほんなん知らんかったしで通すしみたいなね、そういう強気な人もいますけど、もう絶対そんな通らないんでね。これバレたらね、マジ人生終わるっすよ。やばいっすよ。税金ってね、怖いっすよ、マジで。んで勘違いしてる人がまだもう一つあるんですけど、そもそもね、そういった確定申告しひんかったら、ほんなん税務署の人がピンポンで来あるんですよ。お宅税金納めてませんよ、脱税してますよ、みたいな。来あるんですけど、そういうなんて、そのむちゃくちゃ売り上げがある人とか、まあ、なんか、そういう人ちゃうのみたいな、芸能人とかね。まあ、得意さんみたいなのあったじゃないですか。だから、ああいうすごい何億とか、そういうなんを、そういう人らを、めがけてくるんちゃうのって思われるかもしれないですけど、それ大きな間違いですからね。普通に収入が100万とか200万ぐらいの人でも普通に気ありますから。だから、まあ、運っちゃ運なんですよ。全員は来ないんでね、あれ。数パーセントって言われてるんですけど、ギャル、調査にギャルのって、ほんまに数パーセントって言われてるんで、まあ、運なんですけど、まあ、だからまあ、言うたらね、来へん確率の方が、まあ、高いですよ。ほらね。数パーセントなんてね。まあ、90何パーセントぐらいはま、大丈夫なのかもしれないですけど、でも実際来られた時に、脱税してますよね、みたいな。だから今までの分、
延滞みたいな追徴課税みたいなやつ、あの今まで払えわんかった分をさらにプラスなんか上乗せして払わんとダメなんですよ。それがごついんですよ。もうマジ一発で人生終わるぐらいのレベルの税金を、ま、ずっと確定申告しんかったらね、払わされる可能性というのが、むっちゃ高いんで、払えんすよ。そんなんもう多分。もう、ずっとやってて、軽貨物を、まあ、例えば2年、3年とかずっとやってて、踏んでいきなりピンポンって来られて、いや、脱税しますよ、オタクみたいな。だから今までの分、プラス、その通帳で、通帳課税を払ってくださいみたいな、いろいろそういう上乗せってされたら多分、数百万とか一気に払わんとあかんよみたいな、そんな感じになったらね、ほんまに終わるっす。払えんってなるんでね。だからアホらしいんでね。だからもうほんまに税金ってね、マジ怖いんでね。だから脱税って今やっぱ芸能人とかいろいろそういうね、やっぱそういうニュースとかありますけど、やっぱねバレた時ほんまに怖いんで、これだけはねやっといた方がいいっす。んで俺これ、まあ、聞いた話なんですけど、まあ、例えばね、まあ、実際にちゃんとやってますよ。確定申告ちゃんとやってますので、自分でやるのは、もういろいろもうわからんと。だから税理士さんに、それと全部もう丸投げして、任せてるんや、この確定申告の時になったら、税理士さんに任せてるっていう人も、やっぱ中にはね、おられると思うんですよ。で、近くでね、安いところって言ったら失礼ですけど、安い税理士さん探して、そこにお願いしてね、確定申告やってもらってるみたいな感じの人もいるんですけど、これね、俺も聞いた話なんですけど、結構落とし穴があるらしくて、やっぱりね、そういう時期って、まあ、税理士さん忙しいじゃないですか。で、やっぱりね、値段によってね、まあ、失礼な言い方かもしれないですけど、安い税理士さんとかで、お願いすると、やっぱそういうとこっていろんな、むちゃくちゃ人がね、この確定申告の時期にバーって来やるじゃないですか。んで、どうしても安い税理士さんとかで受け負ってやる人やと、もう何でもかんでもない。レシートとかも全部経費に落として、みたいな。全然確認もせずに、とりあえずもう全部そのまま経費に落としてみたいな、しゃる人がいるかも、みたいな、そういう噂もね、やっぱね、ちょいちょい聞くっすよね。んで、ほんまやったら、こんなん絶対経費に落ちひんやろ、みたいな。やつでも、もう何でもかんでも、もうとりあえずレシートあったら、もう全部それは経費、みたいな。やって、実際にピンポンって税務署から来ました。で、お宅のレシート見してください。経費のやつ見してください、みたいな感じで確認しちゃったら、いや、これ絶対経費じゃないや、みたいな。例えば、軽貨物で、例えるとね、このまあ、ガソリンとかわかりますよ。でも、携帯代とか、携帯代とか、なんやろな、いろいろかかったとして、携帯代はね、別に経費にはおそらくできないですし、なんやろな、まあ、例えば昼ご飯食ったからそのご飯代とか、仕事終わって、そのまま夜ご飯行って、そのままなんか飲みに行って、とかで、その食事代とか、そんなんも絶対経費になんかならないじゃないですか。仕事関係ないんやで。でもそういった夜ご飯代とかね、そういうのも全部とりあえず全部レシート取っといて、それを全部税理士さんに丸投げして、税理士さんはもう何も確認せずにそのまま全部経費落として、実際税務署が来ました、確認します。こんなん飲みに行ったお金とか全然こんな経費に落としてるけど、こんな経費ちゃいますやん、みたいに言われた時に、なんかもうそれは、でもそれは税理士さんが、なんか、経費落とさったし、俺は知らんし、みたいな。言っても、それ、通らないんで、ね、もうこれはでも経費にならないんで、これはダメですよ、みたいな。全部そうやってなんか除外みたいなされてって、で、結局、なんか、プラスで、またそういった追徴課税みたいな払わされて、それで数百万払わされるみたいな話も、やっぱあるんでね。だから、税理士さんにお願いするのは全然いいと思うんですけど、やっぱその、何でもかんでもレシートとかを渡しちゃうと、確認せずに、もう全部経費に落としちゃう税理士さんもおられるみたいなんで、やっぱりね、ある程度その常識の範囲内というか、わかるじゃないですか。これは経費になるなとか、ならへんなとか、そういうのはあるんで。だからその辺で、んでね、来る、
税務署の職員とかにもよっても違うらしいんですよ。これは経費ですねってなる場合と、これは経費じゃないですねみたいな。そういうなんて、はっきりとしたね、境界線ってないじゃないですか。これは経費ですとか、これは OK、あかんみたいな、この境界線がないんで、その人のさじ加減みたいなところがね、やっぱあると思う、あるんだよね、実際に。だから、うんちゃうんなんすよ。もうこれは経費ですねっていう人もあったら、これは経費じゃないですねみたいなのあるんで、だからその辺もうんなんすけど、でも明らかこれは違うやろみたいな。だから例えば今これ動画撮ってて、この YouTube 動画撮ってて、まあカメラとかはわかりますよ。これを買ったから、経費に落とすってわかるんですけど、この時にね、俺こうコーヒーを飲んでたりしたら、そのコーヒーも経費になるのかって言ったら、これは多分ならへんじゃないですか。俺は。だから、で、例えばこれ車の中で撮ってますけど、このガソリン代をその経費で、まあ、月にまあ、ガソリン代2万ぐらいかかってたら、その2万全部経費に落とすみたいな。撮影、車の中で撮影してるからっていう理由で、この月2万円分かかってるガソリン代を全部経費に落とすっていうのは、まあ、無理な話じゃないですか。ほんなん、絶対プライベートで乗ってるやん、みたいな。この車、絶対、車のガソリン代プライベートやから、そんな動画の撮影なんか関係あらへんやん、みたいになって、結局そういうので経費落としても、後々そうやって、なんか、職員さんが来られたら、バレて、お金をめっちゃ納めなあかん、みたいなことになるかもしれないんでね。やっぱり経費っていうのも何でもかんでも落とせる、と、勘違いされてる方もね、やっぱおられるんで、その辺はね、やっぱ、まあ、常識的に考えたら、いや、無理ってわかるやろ、みたいな、そういうのあるんで、その辺も、やっぱ気をつけてほしいなと思うんで、実際ね、やっぱ来られたら、まあ、まあ、でもね、まあ皆さん、なんやかんや、グレーゾーンの経費ってあると思うんで。でも実際、職員が来られた時にちゃんと言えたらね、俺そんでいいと思うんですよ、別に。例えば食事屋にしても、俺この前ね、焼肉の、ランチの、動画撮って、アップしたじゃないですか。だからそれは、俺経費で、落とせると思ってるんですよ。実際食べに行ったその食事代ですけど、でもそれをメインに動画を撮ったんで、で、実際にアップもしてるから、実際これでオレンジ職員来られて、いや、このなんか焼肉の領収書これ何なんですか？こんなご飯代なんか経費ならないでしょって言われても、いや、これをご飯を、これをメインに撮りに行ったんやつって実際動画っていうのも証拠としてあるし、それをメインやから、これは経費として、落とせると思うんすよ。っていう、まあ、確実にね、確実にそれはいけると思うんすけど、多分ね。それもね、やっぱ職員さんによってらいい、悪いってあるかもしれないですけど、おそらくそれやったらいけると思うんすけど、だからそうやって自分なんか来られて言われた時に、ちゃんと、言い訳というか、はっきりと、言えるんやったら、経費として、まあ、そういった落としもいいのかなと思うんですよ。その証拠もあったら。だからまあ、グレーな経費っていうのも、やっぱ実際、皆さんね、結構計上されてるかなと思うんですけど、実際言い訳できるようにしとかんとね、やっぱ怖いことになるかもしれないんでね。だからまあ、そもそもまあ、確定申告をしないっていうのはもう論外なんで、バレんかったらいいやって思われてるかもしれないですけどね。これね、ほんまにバレたら、バレた瞬間終わるから、終わりますからね。ほんまにバレた瞬間もうチーンっすよ。ハレーンってなるっすよ。脱税してることになるんで。だからそうならんためにも、やっぱね、若い、この視聴者の方も言ってありましたけど、この若い人がね、やっぱ多いっていうのも、なんつうんすか。そもそも確定申告なんか習わんじゃないですか。もう、自分で調べるしかないじゃないですか、おそらくね。誰からも聞かんし、誰からも習わんし、別に学校で習うわけでもないし、会社が教えてくれるわけでもないし、そもそも知らんっていう人もね、やっぱ若い人が特にね、多いと思うんで、だから確定申告のこと自体がね、聞いたこともないみたいな、やり方も知らんみたいな、やっぱそもそもの概念がないみたいな、やっぱ多いと思うんでね。だからね、それはね、まあ正直まあ国も悪いなと思うんですよね。ちゃんとそういうのをね、やっぱ個人事業主とか特に今からね、そういったフリーランスとか多い時代になってきたんやから、それはね、もう高校生ぐらいのね、授業にね、取り入れるべきじゃないんかなと思いますけどね。
だからまあそういう知らんからやってへん。んで実際にそういった職員が来られた、はい、じゃあ脱税ですよ、税金を納めてくださいっていうのもまたかわいそうな話やなと思うんですけど、だからもう全然ね、もう知っててね、やらん人っていうのはもう論外です。もうそれはもうお前が悪いわってなるんですけど、全然もうなんか聞いたことあるけど、まあよくわからん、ふわっとして、よくわからんしっていうので、まあやらへん人も多いんでね、やっぱそういう人が周りにいたらね、いやいや、やらんとほんまに人生終わるで、みたいなことをね、ちゃんと言っといてあげた方が、やっぱね、後々、その人のためにもなると思いますし、全然、いや、もう全然売り上げなんかもう100万、200万ぐらいしかないし、こんなもんやったらもうやらんでいいやろ、みたいな、こう、勘違いされてる方もいらっしゃいますけど、これでも来られますからね。全然。全然来られます。100万、200万のレベルでも。だからね、その辺も勘違いして、全然収入低いし、こうへんやろうって思われたら、もう、えらい目見るかもしれないんで、ね、そうやったらやっぱりちゃんと、収めといた方がいいと思いますし。俺はね、全然個人事業主の何がいいって、やっぱ経費使えるっていうのがね、非常にでかいんで、だからまあ全然いいんじゃないかな。いいんじゃないかなって、サラリーマンで、ちょっと話脱線しますけど、サラリーマンで年収400万と個人事業主で年収400万やったら全然違いますから、ね、これ。だから個人事業主は経費として使えるんで、だからそっちの方がね、断然お得なんですよ。断然お得なんでね、経費として使えるんで。だからね、節税になるんで、断然お得なんで、それがまあ個人事業主の非常に最大のメリットやなと思ってるんでね、サラリーマンとの違いは。だから、まあそういったレシートとかはね、ちゃんと残しといて、こういった確定申告の時にね、がっつり、まあ経費、ちゃんとした経費をね、あるんやったらさ、それで節税して、まあ、上手に、お金を儲けてってほしいなと思いますけど。まあ、確定申告はね、私品っていうのはまあ論外なんで、それだけはほんまにちょっと周りにいたらね、いや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 、もう知らんでと。いい、私品はいいかもしれんけど、知らんで。なんやったら俺チクるでぐらいのね、言って、やっぱね、やってもらった方がね、やっぱ、後々ね、その人のためにも、ちょっとなるんじゃないかなと思います。じゃあ怖いんでね、ほんまにバレた時は、と思います。やっぱ若い方はね、知らん人多いと思うんで、まあ、確定申告なんか国税局かな、なんかそういったホームページ見たら、全然、簡単なんでね、思ってるよりね、まあ、簡単っつか、うん、そんなね、むちゃくちゃ難しい わけでもないんで、んで、この、最寄りのね、そういった、税務署に電話したら、ちゃんと教えてくれやるんで、でもそういうの聞いて、ちゃんとやったらすぐにできるんでね。だから、そういうので、まあ、いい経験やと思いますね、実際に自分でやるっていうのも。それで実際、やってみてはいかがでしょうか。はい、すいません。また今日もどうでもいい話をね、ペラペラでね、喋っちゃいましたけど、すいません。なんかね、喋りたいんです。今日はね、ちょっと喋りたい。なんか知らんけどね、喋りたい気分やったんでね。で、まあ、ありがたいことにね、そういった質問もいただけたんで、今日は動画撮ってるんですけど。また、ぜひね、どしどし、いろんな、もう何でもいいさ、別にご覧の確定申告の話とか、もう全然ね、まあ、言うたら経過物と関係ない話なんで、ありがたいなと思うんですけど、全然経過物と関係ない。橋村さん好きな食べ物なんですかみたいな。で、全然。嫌いな映画なんですかみたいな。全然何でもいいんでね。なんかまあ、そういういろんな質問いただけたら、それはそれでまた動画にしたいなと思いますので、よろしくお願いします。もう喋れないです。もう、今日もなんか、最近20分超え多いっす。もう、おかしいっすもん、俺も。ライブやん。長すぎるわ、みたいな感じでね、ちょっともう申し訳ない。次にこそはもう10分ぐらいに収めたいと思いますんで、すいません。もう切ります。もう皆さん、いや、じゃ、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。